どうした壊れてしまったもうパンは焼けない、トースター君との唯一のつながりだったのに、二人で買ったものが一つ一つ消え、最後に残ったのがことにも目を向ければいい、そんな風に思ったって結局そのまま壊れてくものがあったって直さずそのどこかな、そろそろ焼き